で、これは、アウディの、TD1 のアウディ後継になるんですが、これはアウディ TD1 は、ドイツ語自動車メーカーアウディが、ルマン24時間レースの参照を目的に R8 の後継として開発され、耐久レース専用のプロタイプレーシングカーですね。で、TDI とはフォルクスワーゲングループの直噴式ターボエンジンの技術名式であるということで、まあ、戦歴としては2005年の12月13日に中央ヨーロッパ時間に発表され、2006年に初参戦。で、開発及びチーム運営にはヨーストレーシングが加わり、ラララにより設計制作されたんですね。で、2006年ルマン24時間レースにおいてディーゼルエンジン車初の総合優勝を果たし、2008年ルマン2年には燃料にシェルバイオフェールを使用、 R10TB1 プロタイプに参戦したら、こちらはリアが2段ウィングが特徴で、エンジンは 5.5 リッターの水冷 V 型11とバンク90度ディーゼルエンジンにアルミニウム製のツインターブル掛けを追求した、まあ、なかなか先ほどのアウディのこれと同じ、形の、ね、ミニカーがありましたけども、まあ、それに続くこれも、ボスのミニカーとして、まあ、販売されていたものです。まあ、なかなか、確かボスだと思ったんだけど、まあ、そのミニカーから販売されてもらえてなかなかいいですね。今はちょうど今から約10年もいかないか、6年ほどぐらい前かね、あのミニカーで、ミニカーとあの観光誌のメーカーが、共同でね、まあ、期間限定ということで、ちょうどこの夏の暑い時期に、ミニカーを、まあ、あの観光誌を1巻もしくは2巻買うと、まあ、この大きさだと観光誌2巻分ですね、2つの観光誌本を買いますと、まあ、ミニカーがもらえますよみたいな、そういう、まあ、ある意味夢のような企画というのがあって、でそれはコンビニ、主にコンビニ限定としてやってたんですけども、まあ、最近だ、それすらもあんまり効かなくなってしまった、それすら効かないというか、そういう企画をやらなくなってしまったというのは本当に残念ですね。あのまたこういうようなものを、ね、やってほしいなとは思うんですけども、非常に昔のおまけって言ったらね、もう昔のおまけなんて言ったら本当グリコの昔の木でできた おまけじゃないけども、非常に質素な形してて、なんかいかにもおまけですみたいなね、もう本当にちっちゃい子供が遊ぶミニカーですみたいな、そんなような感じだったんですよ。ところが最近のやつったら随分と、おまけは進化して、これがコーヒーのおまけなのかというぐらいびっくりするぐらいよくできていますね。で、これも非常にデザイン的でリアルで非常にかっこいいかなというふうに、思います。今の12、3歳ぐらいの子がいらっしゃると、ちょうどその子が小学校低学年ぐらいか、あるいは小学校3、4年生ぐらいの時に、このミニカーが多分出てきたんじゃないかなと、多分時代的に言ったら多分そのぐらいだと思うんですよ。で、出てきたのですね。でもまあそれからまあざっと大雑把に計算したって、まあ6年近くか、6年か3、4年ぐらい経ったとしても、まあ全然あの見切りはしないし、むしろこれが格子2つで買えるよってありえないだろうみたいなね。だって格子コンビニで、まあコンビニで売ってる缶格子って高いは高いけど、まあそんだっつったって両方合わせたって500円いくかいかないかぐらいだと思うんですよね。で、500円いくかいかないかぐらいの値段でこのミニカーが1台ある意味おまけだからポーンとついてくると考えられないですよね。これだけの出来だったら500円どころじゃなくて1000円出したって、1000円出したって買えるか買えないかぐらいですよ。それだけ良い出来ですよ。とてもじゃない、観光誌2つで、これがおまけでついてくれるよって言ったら嘘だろって言われてしまいますけども、嘘じゃない事実なんですね。だけどこれで1000円もするってのは、1000円出して払うのもある意味もったいないぐらいの良い出来じゃないかなと思います。でこういったのはなかなかあのいいなというふうに思うし、こういったデザインのある車というのもなかなか私にとってみれば、まあ、好きな車で、こういう面白みがある車というのはいいなというふうに思いますね。
全体的にもこれすごいリアルでかっこよさがあって、確かこれは走ると確かこれは、こうやってギーッと音が鳴る。ただちょっと今調子が悪いような感じなんだけど、これは下手したらギーッて回った時にここが光る、ライトが光るっていう、やつだと思ったね。それでおまけでもらえるってどんだだよみたいなね、すごい驚きさが当時ありましたけども、まあなかなか良かったです。だからこのミニカーが発売される当時よく動画で紹介してた子もいたんだけど、あの時はまだミニカーの動画を撮る人が実盛期だったからたくさんいたんですよ。ミニカーで動画撮ってる人が今はほとんどいなくなっちゃいましたからね。もう何度も言うんですけど、シロ君もいなくなったし、ネクスト君もいなくなったし、かつて私の弟子でもあったんだけど、シロ君、ネクスト君、フェラーリー君、フェラーリー君はまだやってるけども、まあフェラーリー今やってるところで言えばフェラーリー君、ショーマニ君ぐらいかね。あとはまあショーマニ君の弟子の、平成マニア君ぐらいかなと思うんだけども、まあなかなかそういった人たちに比べてこう少なくなってね。で最近はまあそうやって増えてきたのが、まあ、あれですよ、平成マニア君というのがまあ増えてきて、でその平成マニア君が動画を出して始めて、でその後は動画を出し始めて2年ぐらいかな、ちょうど年齢的にも下手したら同じ年ぐらいかもしれませんね。ミニカー集めてる人っていうのが出てきて、でこの人が、今年に入ってまあ記念すべき年だよね。平成という時代が終わって令和という新しい時代になったんで、まあそれを記念して動画を出したというふうな、だから特別、車で行ったら特別記念しようみたいなね、まあそんな感じでこう出してきたというので、ね、まあなかなかいいスタートを切ったのではないかなと思います。で時代だとこれは令和という新しい時代だしね、まさに新しい時代の、まあ、ミニカーの動画を撮る人っていう、まあ非常にいいと思うんですね。でそういう人たちが出てきたし、まあまだ昔に比べてもうシロ君もネクスト君も、杉城さんもいなくなったけども、でもそうやって新しい後輩たちがどんどんとこうやって出てきてるというのは、そういう人がまた今後もまた出てくればいいなと思うし、そういった方たちが出てくると非常に私としてもまあ動画をずっとスカイライン50の時に撮ったらよかったなと思うんですよ。私も初代のマネージャーとかに言われたことがあったな。あなたがこうやってずっとスカイライン50でずっとやってるのは、あなたの影響があって、あの人たちがみんなどん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 ミニカーを次から次へと、ほぼ毎日のように撮ってたじゃないかと。あね、確かに、ほぼ毎日のように撮ってたのよ。例えば、ネクスト君にしたって、シロ君にしたって、ほぼ毎日のように撮ってた。フェラーリ君だって、ほぼ毎日のように撮ってたから、あのすごいほぼ毎日のように動画を熱意を持って撮ってたのは、あれはあなたの影響だと、あなたのスカイライン50さんというあなたの影響も少なからず大きいんですよと。もしあなたが毎日、私は毎日っていうか、まあ、ちょくちょく出してるんだけど、まあ、それが、でいうことがなかったら、あの人たちだって今だってずっと続いてるかどうか、やめちゃった人もいるけど、まあ、続いてる人もいたかどうかは分からない。確かにそうなんだよね。今、フェラーリ君だってずっと続いてるし、あれですよ。ショーマニさんもずっと続いてるからね。だから確かにそういう人たちがあってよかったなと思う。だから絶えず新しい花の種じゃないけど芽を出していかなきゃいけないから、また新しい人がこうやって動画をどん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 ミニカーの動画を出してもらえるとまあ幸いだし、それがまた今度は次のまたその後輩がまたそこのまた後輩へとどん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 バトンタッチしていくような形で動画を出していってもらえると、まあ、ありがたいなって思います。ただまあ当たり前のことですけどね、一人迷惑をかけるような人はそれはお断りですけどね、同じミニカー集めて動画を出してて人様に何年かな、人様のライブ配信とか、まあ、動画とか配信とかを見て、まあ、コメントしたり、まあ、チャットしたりしますよね、まあ、Twitter とか Facebook なんかも含めて、でそういうところで人のことをからかったりバカにしたり、その何て言うのかね、まあ人をこうそういう風な感じでやってくるような人間ってのはお断りだからね。だからまあ私もそういう感じで禁止令を出した
人がいましたけども、まあそういったことをなくしてもらえる、そういった人があんまりミニカーは集めてほしくないなと思うんだよ。むしろ本当にここの底からミニカー集めてるのが楽しいなっていう人に出してほしいなっていうのが私としてのまあ願いだ。いいなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。